買い物出かけたいと思います。気になってた小物、まずはモンベルに行って、その後ワークマン。モンベル到着。モンベル買いたかったもの買えたのでワークマンに。ワークマン休みでした。火曜休み知らなかった。明日ですね。ということで買ってきました。ワークマンはやってませんでしたが、とりあえずモンベルだけまたワークマン明日行きたいと思いますが、ミカ、キュリマバリアカメラアップ、カメラを包む、なんて言うんだろう、ケース、風呂敷みたいなケース、防水のケースと、くるぶしソックス、紙糸プラスという紙の糸を使った。この2年ぐらいお気に入りで履いてる靴下。今もこれ。パリッとした感じで履き心地も良くて、通気性がすごくいいんで、蒸れなくて、で、長持ち結構すると。これが気に入る前は同じくモンベルのウィックロン、河川のソックスを使ってたんですが、そっちよりもこっちの方が今お気に入りで、これをメインに、ほぼこれにしてます。で、もう一個、カメラップ。カメララップっていう多分似たような製品が他のメーカー、ブランドから出てるんですが、これは防水の風呂敷のようにカメラを包むラップ。いつもこの白馬かなルフトデザインというカメラケースを一眼カメラ使うときには使ってるんですが、なんとなくいまいちピンときてなくて、ここになんか ND フィルターを入れたり、割と使いやすいんですけど、このクリマバリアのカメラアップの存在をして買ってみました。なんとなくでいいのね。どうやってやるんだ？お、いいじゃん。こんな感じに適当にサッと。埋めるみたい。これよりもクッション感があるかといったらちょっと若干薄めですけど、使わない時も折りたたんでおけるし良さそう。そして防水、なんか他にも応用効きそうで気に入ったぞ。これは結構昨日の明日今日になりました。ワークマンに買い物です。今日は雨。その前にお昼インドカレーで、あ、いいね、やっぱり食べたくなる。やっとこれ昨日ぶりに、うん、よく歩き方ね、立ち仕事なということで買ってきました。よく歩く方用にインソール、なんかのウェブサイトで見ておすすめされていたアイテム。これ以外にも立ち仕事用だとか何種類かあったんですが、880円、ジェルのクッションになっていて、でパンチング加工が施されてて、通気性もあって立体構造、26から27サイズなんで、カットして上手にカットできるな。もう何代目かわからない、3、4代目の愛用してるメレルのジャングルモック 2.0、グレーなんですが、ちょっともうこれもだいぶへたってきてるんですけど、お、ぴったり。チフマズがこれ最初からあるからな。わ、わ、ハニングがだいぶ強いな。しばらくちょっと履いてみたいと思います。よくわからんな。今。500メートルぐらい歩いてますけど、昨日あんまりいまいしちゃって、また翌日です。今日はニトリに行って観葉植物の人工観葉植物買いに行きたいなと、そしてもう一個気になってるのがあって、一人掛けの電動ソファーをちょっと見に行きたいなと、買うかどうかは分かりませんが行きたいと思います。
変えました。あれ、こんな風に始まるな。よいしょ、買ってきました。ちょっとこんなちっちゃなプランターしかなかったんですけど、はい、うわあ、ぴったり。まあ、とりあえずこれだな。とりあえずこのプランターに入れて、ウッドチップ、もうちょっと大きい花瓶だな。やっぱホームセンターなんかに売ってるインテリアバーグ、ウッドチップ、防食用の樹皮。ちょっとちっちゃすぎて、もうちょっと花瓶がちっちゃすぎてウッドチップが合わなさすぎるんですが、本当はこういう感じにできればな。これも同じニトリで買った人工観葉植物、多分一番人気の5,990円で、新しく買ったこれトラベラースバーム7,990円かな、1000円か2000円こっちの方がいいんですが、なかなかリアルな感じで、プランターがちょっと小さすぎますが、いい感じです。ちょっとバランスがやっぱ悪いな。ネットショッピングの開封、コメントで教えてもらったもの、じゃん、シワという紙袋、日常の中で使える和紙の製品ということで、前にペンコの紙袋風のナイロンポーチを紹介したらこれがいいよというコメントが来てたので調べてみたら良さそうで買ってみました。紙袋ただので、注文した直後になんかこれのちょっと新しいバージョンというのか、なんか似たような新しいのが出てたんで気になったんですが、これでボタンで止めて、もうガチの紙袋で、めちゃめちゃ丈夫で破れにくい和紙、なんかタイペックのような素材ですかね。でデザイナーは深澤直人さんと。いいね。もう一個なんかアマゾンから届いたものが、オーライトのアイミニ2、大好きな大好きな小さい LED ライトレイ、新しいの。このキャップ部分からマグネット式になっていて、外すとライトがつくて、で結構いろいろと改善がされていて、若干大きくなってるんですが、明るさも50ルーメンかな、最高50ルーメンの明るさになっていて、 iMini 1から進化していて、で USB がここについてるんで、そのまま挿して充電できるタイプになってます。でここにキーホルダーだとかで取り付けられると。前のやつはボタン電池で、今もずっと使ってるこんなやつなんですが、サイズがだいぶこうやって比べると大きさは大きくなってるんですけど、使いやすさがちょっと増してる感じですかね。でこれも前に横浜出張に行った時に一緒に取材していただいたグッズプレスさんの、記事が何 2,3 ページぐらい載ってるんで、ぜひ見ていただければと思います。そんなところでしょうか。一個そうだ、残念なお知らせがあって、残念なお知らせというのか、ワークマンで買ったインソール、あれから1週間ぐらい試してみたんですが、いまいち合わなくて戻しました。あんまり気に入らなかったです。奥さんの分と僕の分1個ずつ買ったんですが、奥さんも2日目ぐらいで何も言わずにしれっと戻してましたね。普通のインソールに個人差あると思うんですが、ちょっと合わなかった感じですかね、あんまり。ということで、最近の気になっていたものだったり、お気に入りのものだったりの、小物類のちょこちょことした買い物の日々でございました。日々 Vlog でございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。